さ。あ、結婚してんの？どうですか、旦那とは。ええ感じでよろしくやってますか。あ、彼が来てんの。どうも、レイジです。今日はですね、昼の渋谷で人妻をですね狙ってナンパしていきたいと思います。渋谷ってまあ若者の街って思われがちですけど、意外に昼間はですねマダムが歩いてるんですよ。人妻っぽい、ちょっとええ感じの服着た。夜はちょっとあんま少ないんですけど、昼は歩いてるんですよ。昼に歩いてるってことは暇なので仕事してないわけですよ。かつ東東京とかと違って結構若い世代が多いんですね、渋谷は。なのでめちゃめちゃ狙い目であると、そこら辺を狙っていきたいと思います。いきます。すいません、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 寒いっすね、寒いっすね。人妻っぽい。あ、すいません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 、寒いっすね、寒いっすね、寒いっすね。すいません、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 すいません。めっちゃ反応ある。あれピンク人妻っぽいっすよね。あ、すいません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 、こちら寒いですね。すいません、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 オープンしねえ、何が悪いんや。すいません、すいません、寒いですね、寒いですね。工事が進んでちょっとワクワクしてるんですけど、一緒に工事しませんか。あれマダムっぽいな。すいません、こちら寒いですね。寒波が来るらしいんですけど、荷物持ちましょうか。いろいろ買いましたね。荷物持ちましょうか。工事がいよいよ進んできたなと思って、工事の完成具合を見に来たんですけど。急いでます。一緒に工事しないですか。急いでますか。わかりました、ありがとうございます。すいません、こちら寒いですね。 あれ人妻だ。すいません、こちら寒いですね。寒波が来てるらしいですけど、乗り切れそうですか。乗り切りますか。ちょっと僕自信ないんで捕まっていいですか。今日はどういうご予定で。あ、もう帰るんですか。早いですね、まあ、寒波も来てますし、隙間風にご注意ください。はい。すいません、すいません、すいません、寒いですね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 。大寒波が来てあるらしいんですけど、知ってました？50年に一度の大寒波が来てるらしいんですよ。なのでお姉さんが凍ってしまわないように助けに参りました。カイロをたくさん持って助けに馳せ参じました。これからどこ行くんですか。ご飯食べました。どうですか、盛り上がりましたか。盛り上がりました。なるほど、何と思うんですか。あ、なるほどなるほど。今日休みなんですか。結婚してんの？マジですか？どれくらいですか、結婚して。3年ぐらい。どうですか、旦那とは。ええ感じでよろしくやってますか。あ、彼が行けんの。遊びに行けるじゃん。あ、それで今日ライブしてたの。旦那海外出張だし、なんかハメ外せるみたいに思ってた。どれくらい行ってんの。長い？え、もう行ったっきりなの？なんか3ヶ月おきとかじゃなくて。あ、じゃあもう完全向こうなのね。はい。結婚してからすぐですか？はい。あ、それ寂しいっすね。そうですね。ちなみに女子会は盛り上がったんですか？あ、はい。ちょっとお酒も飲んで。あ、お酒出ちゃった。まあ確かに、そんな旦那海外出ずっぱりだったら酒も飲みたくなりますわな。はい。お酒好きだし、酒うまいですよね。はい。今これ手飲みしようとかと思ってた。え、友達は何、帰っちゃったの。付き合ってくれなかったの。なるほど、お任せください。じゃないかと思って、多分飲み足りないだろうなと思って。あとまだもっと喋りたかったのに、いや、ちょうど盛り上がった来たところで帰るやんみたいに、いや、むしろ喋りたいスイッチ入っちゃったやんっていうお姉さんの空気を読みつけてもらいました。はい、酒も足りていない、喋りも中途半端足りていないところに大寒波が来ると多分心折れると思うんですよ。そう、なので僕がやってまいりましたので、
今からこちらで、こちらは大寒波に耐えられる作りをしている、しかもハイボール昼から出てくるので軽くいきませんか。でもまだ飲みたいでしょ。まだ飲みたい。一人飲みしようとしてたんです。どこ行こうと思ってたの。どこかなって。いやもうここです。お姉さんここ向かってたから、ここ向かってたから、マジで、うん、じゃあ行きましょう。はい、じゃあちょっとだけ。はい、お疲れ。旦那とラストあったのいつ。正月はあったの。あ、正月あったの。あ、1ヶ月前ぐらい。寂しいよね。そんなことないの。いや、寂しいです。何してんの、いつも一人じゃん。子供いないんでしょ。いないです。何してんの。プロレスの動画。プロレスの動画、うん、プロレス見るの、うん、あ、マジで新しい。本当にプロレスに最近ハマったの。3年前ぐらいから結構続いてるやん。そう、結婚して旦那がいきなり海外行ったからプロレスに目覚めたみたいな。知り合いに連れてってもらった。あ、はいはいはい。知り合いって何、どういう人。男性女性。あ、女の子。女の子。プロレスもいろいろあるよね。なんか芸人が出てるようなやつとかガチのやつとか。でも有名な、あ、新日本プロレス。新日。俺はちょっと昔で止まってるけど、学生プロレスとかは学生の時にちょっとかじったけどね。先輩がやってて、あとルチャリブレ、あのメキシコのやつ、それぐらいしかわかんねえ。でも詳しい。いやいやいや、三沢ぐらいしかわかんねえ。三沢。三沢のエルボーぐらいしかわかんねえ。どれぐらい行くの、見に行くの。月3ぐらい見に行くの。やべえ、ガチ勢じゃん。観戦も行くんだね、動画だけじゃなくて。はい、行きます。今推しとかいるわけ。誰。加藤ひろきって人。やべえ、わかんねえ。マジで何が得意なのその人。え、どういう技だったの。技あんまわかんねえみたいな。ラリアット。あ、ラリアットが得意なのその人。あ、自分かい。自分かい。自分が使おうとしてるやん。なるほどね。困ったら使うの。マジでプロレスは動画いつも見てるの。うん、てか出ればいいじゃんプロレスに。出たい気持ちはあるの。見てるだけで十分なの。そうなの。友達になりあっとはするの。酔っ払うと酒飲んでるありあっと。それあんまりね、主婦がやることじゃないから、中学生がやることだろそれ。ウケるな。あ、そう。旦那にラリアットするの。ダメしてないの。あ、酒飲んだか覚えてない。へえ。でも旦那そんな帰ってこないと、なんかこう夜のプロレスみたいなのはどうなってくるわけ。やんじゃないよ。そこ重要だからマジで。夜のプロレス相手はいないの。マジで。それあかんな。帰ってきた時は何やかにあるわけ。あるかな。あるかな。前回あったわけ。前回覚えてるやろそれ。旦那もリングに上がってきた。マイクパフォーマンスあった旦那の。旦那のマイクパフォーマンスなかったの。だからお前はめちゃめちゃ生きてるからな。うわーみたいな。完成もうわーみたいな。それマジ見に来て、俺観客として見に来て。間違えてラリアットしちゃった。俺に間違えて、俺観客だから。嘘。場外乱闘。場外乱闘すんの。旦那と奥さんの場外乱闘が始まり、俺が飛ばっちりけてバーンみたいな。なるほどね。なるほど。それやりたいね。今度旦那帰ってきた時それやりたいね。いやもう昼からもう 2,3 杯飲んだ。やば、3杯ぐらい飲んだよ。楽しいね。いやでもプロレスの話するとプロレスしたくなってくるよね。違う、違う。ラリアットラリアット、じゃあ見せてよ、あのおばさんにラリアット。じゃあ僕にやってもらいたい。全然やん。
全然だってできないよ。こうだよね、こう来て。やべえ、もうできた。もっとやり合ってやってもらいたい。やっぱちょっとリングあるとこ行かない？リング？リングまだ飲めるでしょ。あ、飲めるの。リングに立てる場所があるので、かつ飲める場所がある。まあうちなんだけど、うちにリングあるんで。自宅兼事務所だから広いんよ。僕もマイクパフォーマンスするから、猫が見ててくれるし。それやります？え、まだ飲めるでしょ。飲める。ウケるな。あ、じゃあちょっとまっすぐ行ってもらって。はい、7万人突破しました。10万人いくぞ。10万人いった暁にはとんでもないビッグプレゼント準備してますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録まだの人お願いします。あと今のうち LINE 登録もしておいてください。あざっす。